今シーズン2度目の5連勝。いやー強いっすね。今年マジで強いっすね。なんか吉井監督の全ての采配が当たってるというか、それになんか選手たちもね、ついていけてるというか、それはやっぱり指揮官とね、その選手たちがやっぱりその一つになると、やっぱり強いっすよね。そしてそれを活かしていける選手たちもやっぱさすがっすね。ということで、ペルドーもペルドーいたしました。いやーしょうもな、どうも大チャンネルです。本日、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ、3連戦の第3戦目。初戦はまあ新橋レインズに負けたんですけども、昨日ね、先発の西野投手が9回完投勝利を挙げまして、見事6対1で勝利することができました。そしてこの3戦目、はい、まあ、毎度毎度同じことを言ってると思いますけれども、今日はね、まあ、1週間の最後の試合ということで、いい形で本拠地に帰りたいと言ったところで、本日の試合6対4マリーンズビクトリー。まあ言いたいこともいろいろあるんですけども、とりあえず勝つことができたというところがまずはね、チームとしては良かったですね。これで2度目の5連勝ということで、まあ今日ね、まあオリックスも日本ハムに対して大勝を収めておりまして、今ね現状この撮影を行っている段階では、試合がねもう1球場行われてるんですけども、ソフトバンクが現在3対1でリードしてますんで、今日は上位3チームが勝利を収めることになる確率が高いでしょうというところで、まあロッテが勝つことにマイナスはないので、まあ、これいいかなと思います。はい、ということで早速本日の試合振り返っていきたいと思います。今日のね先発予定が森遼太郎投手だったんですよ。まあロッテファンはみんなご存知だと思うんですけども、で今日試合開始の30分前ぐらいにこうやってスポナビ見ててね、はい、先発が岩下大輝って書いてあるんですよ。ということで今日の先発が岩下投手になりました。まあ岩下投手なんかもね、まあリリーフをメインに投げていますから、まあ今日も実質ブルペンデーになりました。しかし1回の表にいきなりロッテが先制、今日も1番の池田選手が初球を捉えて、今日はライトにヒットを放ちました。昨日の試合はね全部左方向だったんですけども、今日はライトへ持っていきました。そして藤岡選手がフォアボール、はい、得点が入らない方がおかしいですね。勝負ゲッツ、ノーアウト1、2塁からゲッツー、打率が2割切ってます。しかし今日4番のポランコ選手がセンターへのタイムリーヒットで1点先制。この翔吾さんが倒れてもポランコ選手がいる、この打線は強いですよ。続く2回の表は、佐藤俊也選手のソロホームランでロッテが2対0、はい、もうこの時点では強すぎだと。しかし2回の裏にはですね、広畑投手にピッチャー変わったんですけれども、先頭のフランコ選手にフォアボール、うん、どういう準備してたんだと。そして楽天版の、大チャンネル鈴木大地にもつながりまして、辰巳選手が送りバント失敗、そしてワンアウト満塁となって黒川選手の犠牲フライ、これで1点返されました。まあロッテとしては、まあ、2対0っていうところでもありましたし、1個アウトを取って、まあ、点を取られるんだったらまあしょうがないかなというところがありましたね。そしてその後はゼロ更新が続いていきましてですね、6回の表ロッテが一気に4点を加えると、先頭の安田選手にフォアボール、角中選手が送りバント。やっぱバント失敗しないですよねこのチーム。今日も多分僕の記憶上3個ぐらい多分送りバント決めてるんですよね。そして岡大海選手が、センターへのツーベースヒットを放ちまして、ロッテ1点追加、これで3対1。この1点は非常に大きかったですね。で岡選手ね、この前にもねセンターへのスリーベースヒットを放ってまして、まあ、タクシーだったらランニングホームランあったんじゃないかっていう、まあ、そういった打球もありましたね。そしてロッテ打線さらに続いていきます。トシ君もフォアボールで、平沢選手が、センターへの、まあ、進塁打放ちました。そして、続く池田選手がサード方向に打球を飛ばしていきまして、これを結果的には黒川選手のエラーになるんですけど、サードベースが結構邪魔したと思うんですよね。まあ、最近ロッテの方は芝サードベースターズに結構ね相性が良くて、助けてもらってるんですけども、これ直接当たってはなかったんですけど、黒川選手も多分視界に入ったと思うんですよね、これサードベース。しかもなんかサードベースの色とボールと同化して、なんかちょっとボール見にくかったなみたいな。これ実は当たってはないんですけど、サードベースターズにまた助けられたんですよね。狙ってる、なんか練習メニューに組まれたりとかしてるんですか、このサードベースに当てるゲームみたいな。そういうことやってます？なんか最近さ、ベースに直撃するとかさ、なんかサードベースめっちゃ疲れてるんだよね。ちょっと教えていただきたいですね。これでロッテが5対1。そして中村翔吾選手にもタイムリーヒットが生まれまして、6対1。はい、勝ち。もう6回の表なんかで5点差開いたら、あれだけ盤石の投手陣だから、それは勝ちですよ、こんな。そしてロッテのリリーフ陣の方でございますね。広畑投手はですね、4回までを投げまして、5回、6回と坂本幸四郎投手、いずれも0点で抑えました。そして7回、今日の勝ちパターン、7回、東投手でございますね。ここ、2アウトから山崎選手にツーベースヒットを打たれた後、代打の阿部選手に、タイムリーツーベースを打たれました。まあ、その後はしっかりね、ズルズル行くのではなく、しのいでくれたんで良かったかなと思いますが、まあ、ちょっと今日全体的に、フォアボールが多すぎたね。
まあ、勝ったからいいんですけど、やっぱりこの143試合もあるってなるとね、その内容にもやっぱこだわっていきたいと思ってるんで、やっぱフォアボールは今日ちょっと多かった。そして8回の裏、浅村弘和、いきなり浅村選手にツーベース、まあ、この時点で劇場なんですけども、フランコ選手にヒットを打たれて、鈴木大地選手に、タイムリーを打たれると、これ3連打でございますね。でここまではいい。俺も今日なんか生配信でペルドモのセーブ見たいから、あの1点だけ取られてみたいな感じでちょっとふざけた感じで言っちゃったんで、まあこれに関してはいい、まだ、うん、俺も言っちゃったし、これはまあいいとして、その後デッドボール、打たれて打たれて打たれて制球に出してデッドボール、それはちゃうやろ。俺それは言ってないで、まあ、1点は取られてよ、1点は取られていいよみたいな感じで言ったけど、あのデッドボール当ててとは誰も言ってないですよ。まあ今日の沢村投手ちょっと制球も乱していましたし、うん、整えが足りないんじゃないでしょうか。サウナって結構3セットやるのが結構定番というか、普通なんですけど、1セット足りなくないか。まあこの近くだと9は国分町とかになるかな。ちゃんと整いましょうね。で、まあ、その後もね、岡島選手に犠牲フライを打たれまして、まあ、1点失いましたと。その後も、ファーストの池田選手のファインプレーだったりとかもありましたんで、まあ、結果的には2失点というところで抑えました。そして9回のラマウンド上がってきました。ペルマ !2 点差ということでセーブシチュエーションです。はい、ペルドモのセーブを見れる可能性がございます。先頭、阿部選手に、ストレートのフォアボール。1球もストレート入りません。ペルドモ、はい、すいません。パクらしてもらいました。そして続く、これしまうち、これレフトの岡選手のファインプレーでございました。そしてその後は浅村選手見逃し三振、フランコ選手ショートゴロというところで、見事ね、ペルドモ選手、セーブを挙げました。まあ個人的にはやっぱりロッテの守護神は増田投手ですけれども、やっぱりこのね、推しのペルドモのセーブを挙げる姿を見ることができて、本当に今日は幸せな試合だったなと思います。ペルドーもペルドーいたしました。にゃっ、ということで本日勝利したということで大チャンネル賞のご紹介いきたいと思います。この大チャンネル賞は本日私が思う MVP 選手を選んでその選手の応援歌を歌うというコーナーです。もうわかるっしょ。トレーシードナンバー25ヒロミオーカーパーブラパパーブラパパーブラパパーワイパーブラパパーバーのオーカーヒロミパーブラパパーバ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 ータクシーを呼べかっ飛ばせタクシー。いやー、やっぱり今日 MVP タクシー、やっぱりあの守備、あのファインプレーはね、一気にこっちに流れ来たと思うよ。岡選手、今日のヒーロー岡選手ということでおめでとうございます。これでマリーンズ5連勝ということで、勢いに乗ってマリーンに帰れるということでね。まあ火曜日1試合やって、水曜日私、現地行くんで、はい、よろしくお願いします。なんか噂によるとね、その水曜日、まあ毎週試合あると思いますけど、去年の8月から、現在水曜日12連勝らしいです。で、私が現地行くのが水曜日。負けるわけないね。まあ、負けるわけないということで、水曜日もしっかり勝って、今シーズンの現地3勝0敗と行きたいと思います。それでは、火曜日からも、モリンツ、ファイティー！